芋も食べてみやよ、この。大根。これと、2つしか作らんで。うん。いや、というかメインがあるきね、がっつりしたもんが。あんまり余計だったら食べれんで。で、少しよ。これ出汁だけね。うん。そぎ切りにせないと。うん。そぎ切り。生で食べた。いや、水分があるのかと思って食べたか。タコ食べとかないか。明日はカレーやけ。ほら、明日カレーじゃないで、明後日でカレー、日曜日やけ。あ、ほんなら明日行かんタコ。明日でもかまんよ。ほんならこれ一品で。ようけ食べれんと思うんだけど、結構歩きながっつり。大根とか、まあがっつり肉やきね、このメインが。かなりボリュームあるきね、よう食べんだよ。何肉？豚肉。おばあちゃん、豚はほんと使われたがね。最近も豚をほんと使いました。うん、それも国内産にしか使わんけん。うん、高知県米豚おいしいもんね。米豚美味しいと思う。おばあちゃんも美味しいと思う。でも今日の豚、米豚じゃなかったけど美味しかったね。あの、なんとかトン、ビ、何忘れた。豚だけだけ。うん、これと、なんていうの、これでいいわ。うん、今日はお味噌汁は作らん。作らん。うん、結構なろうね、あら。シャッシャッシャッ。でもその薬用石鹸ミューズはすごい、なんかあの映画、うん、と思うで。薬用やん、全部薬用で。あ、そう。ちょっと入れよう。うん、少し、もうこのくらい。うん、みりんを入れたらお酒入れてもいいみたいなけど、やっぱり。まあでもね、和食の味付けでもみりんも入れてお酒も入れて言うて、シューでやっぱり。美味しいね。うん、せっかくある。
ばあちゃん、ほんで今日あのえらいパニックっちゃったけど、オイスターソースとウスターソースは違うきね。はい、日本酒これいいね。うん、だってもう酒屋さんでこうだもん。料理、そう、料理用のお酒でっていうのを酒屋さんで買う系がある。まあでも、はよう、ないなりそうやって言うとこう買わんって感じ。美味しい、やっぱりね、その醤油代わりにだしつゆを使うのはすごい美味しいような気がする。だしで、そう、これでできた。うん、これでできたって、まだ、うん、まだ暇入ってない。それも身持ってぬくめんと火入れる場にせんと焦げるで。いや、美味しそう。美味しかったもん、それ手間暇かかっちゅうで。なんかあのテレビの料理番組らし見よっても、あの食材とか調味料とか手に入らんもんはやっぱり作れんねん。たまにある、作ってみたいな思ってもない。おばあちゃんの冷蔵庫の中と相談して、うん、そう、過信せられん冷蔵庫かい。冷蔵庫の中を見て、ほんで、うん、これはあのキャベツでも添えてもかまわない。添えたら綺麗やない。そうだろ、これに添えたら見た目は綺麗かもしれん。確かに見た目よりかやっぱりね、やっぱり鍋食べるでかい。野菜よ、野菜に鉄欲しい。うん、野菜をよけ食べるとやっぱり鍋と、何言おうとしたの、出てこなかった。あの焼肉とかね。あ、ほんでトマト添えたら両方できる。うん、ぬくめる程度でええろ。ぬくめる程度でええろ。一回火入れちゅうのに。もう本当に全くお腹空いてないけど、俺食べんでもええわやきね。これ切りゆそばで、これすごいことになるけど大丈夫、これパン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 になるけど大丈夫よ。
それキャベツって食べてみる必要がある？味見る必要ある？ある。なんで？バレバレしちゃう。抜くないの？まあ抜くのはちょっと意外ない。上手な。叩く必要ある？コルデイロ口、うん、何でもいいと思う、うん、うん、まあ食べてからのお楽しみよ。これ一つで？二つあってもいいけどね、見場がちっちゃいの。うん。ボリュームかな。そうやね。おばあちゃんも食べる。あ、そう。食べてしまう。美味しそうな。うん、美味しいじゃん。見たろ。うん、うん、そう、桃太郎いうトマト美味しい、めちゃめちゃ美味しいと思った。もう忘れちゃった、食べるの。うん、大丈夫かね。まあ確かにそうやってやったら彩りが綺麗だね。うん、
しいでしょ。美味しいです。匂いがしゅう、このスルメイカ、この大根とこちゃんと合うね。イカと大根。野菜を食べにとような。いや、俺も野菜食べたい人やけどね、基本。野菜、肉より野菜。野菜は食べたいね、まこと。キュウリを切らないか。ああ、そうか、ぬか漬けか。嬉しいね。美味しい、やっぱりぬか漬け。そうやってあの漬けちょったの出したらまた漬けれるもん。何回も使えるもん。使える。最高やね。まれないか。ずっと使える。それ縁っこにストロー入れてスーって吸うたら空気抜けるわ。無視された。疲れすぎだね、これ。だって漬物やけに言うても結構これはあんたのことだなるて。豚肉とさつまいものピリ辛炒め、ピリ辛あえか。これイカと大根ね。うま辛あえやった。イカと大根、はい、の何。イカと大根の煮付け、うん、他何キロあんたが、うん、はい、はい、どうぞ。骨あるで、それ、うん、そのでかいの骨やきね。おいしい。おいしいの。芋も食べて。うん、これ100点や。おお、やった。おいしい。はい、で、これ食べてみました。ほんとにこれ、おいしいわ。おばあちゃんの口に合う。おいしい、それ。これも美味しい。はい、はい、豚肉とさつまいものうま辛あえと、はい、バジャのかぼちゃの煮付け、スルメイカと大根の煮付け、これとこれぬか漬け、はい、いただきます。はい、ではまずこのスルメイカと大根の煮付け、バジャのこの定番のこれからいただいていきます。はい、食べます。うん、この大根とスルメイカ最高やね。めちゃめちゃ合う。そしてなぜかこのちょっと若干顔みたいになっちゃうという、面白い。はい、でばあちゃんのかぼちゃの煮付けどうでしょうか。野菜多分ね。うん、うん、美味しいぞ。よう煮付けちゅ、味付けちゅ、美味しい。いや、あんちゃん買うてきたかぼちゃ、うん、美味しかった。北海道かぼちゃ美味しいね。で、これ豚肉とさつまいものうま辛あえ、うん、この味わい最高。うん、
肉のうまみ、このタレのうまみが口の中に広がってくる。最高ですね、これ。ご飯に合う。はい、では食べていきます。もっとさつまいも、もう食べたいね。うん、食べてもいいんだ、俺の。もうええ。リクエストする、これもう一回作って。うん、これも美味しいね。うん、あっさりして。はい、では今日の夕食の総評と締めをお願いします。今日はね、この、うん、豚とね、うん、さつまいもの、うん、甘辛、ピリ辛、うま辛これがものすごい美味しかった。うん、よくできました。星はいくつでしょう？うん、10点満点。ほほ、やったはい、おばあちゃんのお口に合いました。ごちそうさまでした。はい、はい、ではでは失礼します。皆さんわかりますか？今入浴中なんですけれど、これ僕目が悪いんで、このちょっとあの黄色いとこのやつ、これ雲かと思って一瞬あたふたしてたんですけど、分かっていただけますか？ということで、過剰に反応してしまいすぎなことは言うまでもないんですけど、そもそも言うまでもないということが、言わないとわからないんですけど、噛みすぎる。ではでは。